首狼とは、寺院や教会などにおいて金を設置するために設けられた施設。ただし、手狼と称していても、東洋の金と西洋の金には様式に違いがあるほか、建築学の文献等では、教会建築のカンパニーでは、首狼と別に立交されることもあり、様式的には違いがある。首狼は寺院内において、盆栓を吊るすために設けられた建物を言う。 釣金堂、金付堂、主楼堂とも言う。また、盆章は、つく金であり、道路という字を当てることもある。盆章ではなく、太鼓を吊るした建物は、古老という。ただし、主楼や空楼のすべてが、牢造りというわけではない。西安主楼北儀から、東大の頃には、宮殿内に古老と共に配置されていた。著名なものに、西安の主楼があり、 先制小西安市の城内の中心の東西南北四条の大概が交差するところに建てられている。明発の1384年に建造された。当初は現在の北交際街口にあり、頃々と並び立っていたが、1582年に現在地に移築された。日本の奈良時代のガランでは、共造と東西に向き合うような形で建てられた。しかし、 平安時代以降になると、ガランでの配置は、さほど厳格ではなくなった。室町時代になると、三門と一体化し、金門となった事例もある。金をつくことは供養であるとされ、中宮の寺の展示国曼荼羅に入りもや作りの手楼がある。その中には、金が吊るされ、人が種目でそれをつくところが描かれている。古い例に、法隆寺山院のものがある。切妻作り、腰には、 組コ乱が巡らされている。後に、法隆寺都院、新薬師寺、石山寺のような袴越し作り、東大寺のもののような吹きは、那智のものも現れた。重い金を吊り下げることを前提とした建物のバランス構造となっていたため、戦時中に教室された首郎では重い石を吊り下げたとの話もある。著名な首郎ギャラリー、首郎の後は、 カンパニーレのような教会建築において金を設置するための塔を指しても用いられる。独立して建てられた首労については他言語でも多く、イタリア語のキャンパニリーの子が用いられる。ありがとうございます。